ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はデッドスペースの続きやっていきたいと思います。とりあえずタスクとしてはケリオンに戻るみたいな、今日も今日とて敵をやっつけていきましょう。叫んでますね。いるね。あれ、いないか。こっちだね。エレベーター乗りましょう。また開けてこないかな。体力的にもちょっと回復はしたいけど、今ないんだったっけ確か。はい、ケリオに戻る。あれ、目の前にいたわ。あ、後ろにも。いるわ。オッケー。よいしょ。だいぶ減ったね。あ、ちょっと待って、下行っちゃった。こんなに食らうんだ。こうか。これ使っといて。これか、使用、これ使用しとくか。いや、全回復しとこう。ドアの前待ちね。またリスポンしてたらどうしよう。っていうかさ、湧いたのさ、自分が通ってからなんだよな。一回待ってからの方がいいのか。どこだ、もういないか。じゃあだいぶ照らしていかんといかんね。よし、ケリオンに戻る。あ、もう走りすぎもいかんのか。走りたいけどね。あ、後ろだ。ちょっと待って。あ、痛い。足切断します。はい、いろいろ出してください。一発食らっちゃったね。セーブステーション、ケリーよりも。さあ、みんないるのかな。てか、あ、いる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 、人がいるね。一瞬こうやられてんじゃないかっていうね。手を貸して、だって。手を貸しましょう。お、なんだい？ん？アニメーションか。最善は尽くしたけど、シンギュラリティコアには専門家が必要。シンギュラリティコアとは、もうちょっと詳しく。そのついてるのは何？血？そうだよな、知らないんだもんな。石村はあのクソみたいな化け物でいっぱいだ。何か聞こえなかったか。通信がまだ途絶えている。ケリオンを修理する必要がある。被害報告はあるか。これ被害報告ロード。おー、すごい重いな。あー、なんかすごいのがいるね。すごいかくついてる。コアのオーバーロード。いけ。なるほどね。あ、爆発したぞ。あらららららららケリオンが、ケリオンが、あ、ヘイリーが、
なんだこいつは、新たなやつか。新たなやつだね。お、また新たな。ちょっと待って、すごい腕切断した方がいいね。よいしょ、ヘイリーがやばいね。何が起きてんだ。ケリオンもない。だから帰る術がもないんだよね。なるほど、無駄にするわけにはいかない。艦長の行動で主要アクセスできるんだ。艦長がいたってことか。ベンジャミン・マシアス艦長、医療室、状態死亡。もうみんな死んじゃってるね。医療室に近い。艦長、体を探してリグを手に入れろ。彼の行動があれば。あら、今の何だって。大丈夫かい。お前がチェン、嘘だろ。チェンがもう変異してるんだ。おお、すごい姿なのか。なるほど、医療デッキに行く。向こうだね。さあ、体力的には大丈夫と。あれ、時短だ。暗いけど。こっちか。ん？え、医療デッキってこっちじゃない。あ、いたわ。さあ、トイレ一応見とくか。エネルギー、敵はいないな。出ましょう。大したアイテムはなし。あ、これエレベーターか。はーい、乗ります。いや、大変なことになりましたね。ケリオンがっていうとこと、ヘンリーが、ヘイリーかで、あとチェンもね、変異してしまっていると。いろんなことが一気に起きているようだが、エレベーター号のあれはさっ、 OK、 ロックされているのと、プラズマエネルギー、これなんだ、ストア、なんだこれ、アイテムを購入できる。あ、お金も確か取ってんのか。クレジット。へぇ。あ、なんか頭とかあるわ。回復いいな、別に。濃度もいいね。なるほど。なんか頭みたいの欲しいね。何か変わるのかな。これは？なんもない。はいはい。こういうの壊せんのか。壊せない。全員死んでるな。悲しいことに。ここ、なんだろう。まあ、いいか。医療デッキ。医療室行き、USG 石村へようこそ。ベンチ。あー、なるほど。ノードあったっけ？1、プラズマカッターかな。リルってなんだ。あ、リロードタイム、これいいね。 OK、 まあノードを買うっていうのも一つだけどな。これは、あ、貨物リフト、他にはないか。あ、セーブステーション一応しときましょう。よし、じゃあ貨物ステーションに乗って、あ、下に行くんだ。
はい、下は大丈夫そうだけど、アイテムもないね。行きましょう。ここら辺は死んでる。まあ出てきそうだね、そろそろ。このレベル1ってやっぱなんかカードキーかなんか必要なのか。それからレベル1アンロック済み倉庫、他はないね。行きましょう。さっ、ん、医療デッキに行く。目標クリアってことは艦長の死体があると。あ、チャプター01クリアしたぞ。集中治療、これ何、何何、キネシスモジュール、エイム F キネシス、これなんだ。オブジェクトを動かす、あ、なるほどね。あ、でも、あ、これはいけるんだ。これ動かせないの？ダメだね。大したもの動かせねえな、これ。あ、これ？なるほどね。あ、死体だ。あ、奥にか。あ、なるほどね。これさ、これもっと、ダメだ。でも、そうするしかねえよな。あー、あれか。こいつを、ん？マックスでしょ、これ。あれで。奥にやることできるのか。あ、これ。脳筋すぎるな。レールは続いていた。これ何？関係ねえのか。艦長のリーグを回収する。アンロック済み。納金すぎましたね。ん？ここを抑えなくては奴らが帰ってきてしまう。あ、主任？手がついてますけど。手が、指が刺さってる。これ何？もらえないですか？ご遺体ですね。あ、でもなんかあるじゃん。パス、ん？パルスライフ？銃も手に入れたぞ。タブのイベントリー。あー、そういうことか。これを装備して、で、こうか。2番と、はいはい、2番と1番、メイン攻撃、近接地雷。おお、でも50発しかないんだよね。セーブステーションやっておきましょう。さあ、OK ですね。ステーションのロックダウン。オーバーライド。いや、感度なんか高くなってる。すげえ感度高くなってきます。あ、ここか。あー、なるほど。これでこれが必要なのか。あ、違うな。
これで、これでも邪魔だよね、多分。アンロック済み、行きましょう。どこだい？え？艦長の陸、これ？なるほどな。あれ、我々は襲われて彼女は違う方へ逃げる。それはまずいね。死体だけ、死体安置所への道を塞がれている。これか、死体安置所。タンクを爆発させれば道を開けるかもしれない。起爆装置が必要。ニコールがこの先にいるかもしれない。間違いなくチェンだった。彼が死ぬのを見たんだ。なるほどな。何かに閉じ込めておくためかもしれない。リグを解消する。目標非アクティブ。バリケードを破壊するって出たね。ヒドラ人のタンクを見つける。なんだヒドラ人って。よし、いろいろ収集してセーブもしときましょう。ここを開けたいんだよね、やっぱりね。セーブしときましょう。よし、これが研究ウィング行き。あ、でも行く道としてはこっちなの。開けまーす。出てきそうだね。ロック。あ、誰か人いる。あ、頭打ってんじゃん。大丈夫か。あ、効かない。死んじゃったな。ん？あー、リチャージ。そういえばこんな機能もあったね。開けます。明る。どこに何が。これか。ん？ああ、なるほどね。入りました。まだこの先、しかも左ですね。来たね。あれ？なんか使っちゃったな。これは？なんかすごいかっこいいけど。違うんだ。これ、タンクを見つける。貨物リフト。これを、ダメ。サーキットブレーカー。ここに、入れなきゃいけないの？なるほどな。はい。他、いいんだよね。まあ、とりあえず、入れるとこないか。これで。これでドア。ん？ドア？向こうのドアなのか？咳が聞こえる。あ、生きてる？来たね。移動し忘れ。時短だ。ん？これなんでアンロックできるの？レベル2。ああ、そういうこと。じゃあまたここに戻ってくるんだ。あ、ノードだ。ありがてえ。ベンチ。なるほど。ノードがあると絶対にあるな。パルスライフルか。でも弾がねえんだよね。ダメージ。
OK。ノードはね、使えるときに使っていこう。レベルになってからか。とりあえずじゃあ上に行かないとダメだね。こっちだね。で、これで上に行く。敵は、いないかい？あ、あいつじゃん。元気だね。はい。向こうにもいるね。え、これいけんの？ジャンプ？あ、ジャンプできないよね。どうやって？あー、そういう感じか。なるほどな。面白いですね。足だな、絶対。お、パルス弾がついに出始めたぞ。よいしょ。おー、パルス弾を使いなさいみたいな感じが、雰囲気が出てきたね。どっちだ？向こうですね。ただこっちは観測室。何を観測するんだい？テキストログ。医療ログ。ワーウィック博士。最高心理主任。これ先生だな。症状がどんどん増えていく。睡眠麻痺、幻覚、悪夢、パラノイア性の至るところから患者が来ている。めちゃくちゃ大変になってるんだね。マーサーとカインは仮説を作ってるらしいから、私はその間に治療を進める。感覚系を遮断することで症状の改善は確認できたが、患者数が多すぎて全員を治療することができないのが現状だ。システムが古いため全体的な整備をしてほしい。これだけ多くのポットを使っている最中に電力サージが起きたらひとたまりもない。だが他に有効な治療方法はなさそうだ。確率は十分低いように感じられる。治療が必要な何十人もの採掘者とエンジニアを重機の周辺に置いていくより少しのリスクを負う方を選ぶ。これはじゃあ治療室か。これ開かないよね。レベル2。戦う場所ではない。これなんだ、関係ねえか。プラズマカッター、まあちょっとしたアイテムしかないですね。さあ行きましょう。セーブステーション。セーブステーションめちゃくちゃあるね。 OK。レベル2だ。ついにレベル2っていうとこが出てきたぞ。さあ、おお、すごい。何？真空空間。酸素供給がなくなるまでのリグ。あ、やばいやばい、すごいじゃん。Entering zero gravity. 60秒で行かなきゃいけないの？まだだ。大丈夫かこれ。おお、セーフですね。無重力環境でブーストとスーツスラスターを使用して離脱。飛ぶのか。おお、かっちょいい。WASD 見ます。で、無重力ナビゲーションん？これで、あ、ブーストね。はいはい。おーおーおーおお、方向のリセット。むず。これなんだ。あ、キャニスター。何かあったか。彼女は見つかってないと。ショックパッド。
ショックパッドとは。ついに回復系もでけえのが出てきたね。ちょっとさ、上にさ、なんかあるんだが。無理だよな。いけるんかい。なるほど、こういう取り方もあるの。おもろすぎるだろう。Z。 え、向こうにいるじゃん。あ、リロード。あれ、どこ消えた。あ、いた。これ潰せんのか。あ、潰せない。持ってきちゃう。よいしょ。こっちか。君を持って帰りたい気持ちは山々だけど、踏んづけたいので今日のところはやめとこう。さあ、またあれか、始まる。あ、Z 着陸。え、船全体が揺れた。確かに。あれ、どこへ。あれ、行けなくなってる。え、でも行かなきゃいけないんだよね。どういうこと。ああ、なるほどな。こっちか。すんげえ画面が。あ、酸素。面白、無重力体験ができる。お、こんなところで。行った。あれ、どこ。無重力でか。こいつ踏んづけたいね。回復、大回復使っちゃおうかな。 OK。 で、行く場所的には。ん、ちょっと、あ、これか。よし、戻ってきました。行きましょう。いや、面白いなぁ。なかなかさ、FF やらなかったからさ。やば。まだいるね。よいしょ。ロックされてるぞ。ああ、なるほど。結構敵が多いですね。ショックパッドを探す。ああ、まだいないんだ。ああ、いるじゃん。さっき見えんかったけど。脳筋の戦い。
さあ次はどんな場所を教え、あ今よく動いたよね、増えたな。さて敵はいるのかい、メインラボ、突き刺しと投げ、はあ、動かせるオブジェクトはどういうこと、突き刺し F キネシスの投げってことか、はあ、あの棒はってことでしょ、向こうね。いるね。よいしょ。やば。オープねー。よいしょ。よいしょ。でなんかいろいろとアイテムありそうなんだけどな、どこだ、あこれいるんかーい、これないじゃんもう、たまついに強っ、あー使いすぎたか、うんなるほどね、こっからはパルス弾に頼ってくださいよって感じか、でもなクレジットちょっとアイテム漁りましょう、いやないね、これどういう状態、ビリビリ B のじゃん、パルス弾、まあじゃあ向こう乗りましょう。カッターないのしんどいな。でもこういうのはさ、使えるんだね。やっぱ弾使いすぎてる感があると思ったんだよな。え、強くない？よいしょ、パルス弾くださーい、あなるほどね、腕を破壊しないと、まだある、あるね、隔離を解除する、ジェルショックじゃん、ショックパッドアイテムが欲しいな、ん組織サンプルなんか必要なんだ、組織サンプルとはどこ、あここメインラボ更衣室、もう知らんところに、あ設計図、ステイシスパック設計図、新しいアイテムを購入できるようにアンロックする、なるほど、あなんかあるね、今ノードないよね、ノードあんのか、ないやないかい、出た、ノードじゃないんかいって感じだな、セーブしとこう、
さあ、ショックパッドを手に入れたいので、出てくるかな。あ、助けを求めてる。あら、なんだあれは。なんか投げてくるね。あ、死んでしまう。あ、なんか刺さってる。あら、首飛んじゃった。ちっちゃかったね。小物だ。小物が一番強いんだよね。いた。パルス弾まだ出てきそうだね。あ、なんだ。 Z キャスウェル、 D リール、事務的なミス、ゾーイ。ゾーイってバイオの。検体426の治療が完了した。アルバレスに治療休暇を申請するよう連絡するとこだったが、データベースをチェックしたら彼女の前にセーブル少尉が先に移送されていた。これは正しいのか。アルバレスは3ヶ月前から待機リストに載っている。ああ、待機できる人がいたんだけど、少尉が先に移送されたんだ。角膜よりも腕の移植の方が優先が高いと認識しているんだが、私は間違っているのか。いや、間違ってはないね。偉いものに巻かれている。そういう世の中ですね。あれ？これで殺したやつ？はい。さあ、上に来まして。多分いるだろう。あ、来た。アホめ。アホめ。よし。んで？こっちか。こっちは何？あー、アイテムがね。あ、中型もあるんだ。へえ、回復ね。じゃあ先へ行きましょう。ん？アイテムじゃねえか。刺激療法セラピー。あ、さっき見たやつだ。おーおーおー、やばいやばいやばい。おー、ちょっと待って。待って。食らってる食らってる。大回復。笑わしてくれるな。電力なしってことは こいつ、えい、こっちだね。あ、ショックパッド。これがショックパッドか。なるほどね。バリケードの破壊に当たるショックパッドを見つけた。すぐそちらに戻る。そのパッドは電圧には気をつけるんだ。もう誰も失いたくない。ショックパッドを探す。完了しましたね。次は爆発装置を設置する。なるほど。お、ノードだ。さっきんとこ戻りてえけど、まあいっか。まあ、出てくるだろうな。でも11発しかねえんだよな。あ、これじゃないとダメなんだやっぱり。あれ、そうか。あー、なんかこれ耐え使えるのあんのかな。回復するやつ。ステイシス、ステーシスエネルギー。なるほどな。ステーシスエネルギー急に現れるな。え、2人目でした。
背後からドン。よいしょ。背後からもあるね。挟まれるパーツ。爆発装置を設置する。あ、ここだね。じゃあ、あれ？これセーブできなかったっけ？あー、セーブできる。今回はこの辺までにしようかな。アイテム取ってね。いやー、結構、いろんな銃が使えるようになったりと。そういったところでね。あとはそうだね、パルス弾。結構威力は強いかなとは思うけど、個人的には、カッターの方が好きかな。あ、ストアもあるね。はい。ということで、次の目的としては、こいつを爆発させるところから、次はスタートしていこうかな。はい。皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね、良き夜をお過ごしください。では。